すげえ防御台出てる。ありがたすぎ。アルメタ動画で使うのっていつ以来なんだろう。めったに見ない武器ですけど、普通のクエストでもあのめったに使わない武器なんですけど、あの性能がグロギガーの方がね、いろんなモンスターに、対応できるので。やべえ、アイテム全然準備してなかった。一応捕獲したい気もしますけど、動画だと絶対に討伐の方がいいですよね。一応持ってっときます。とりあえず大粉塵飛躍の調合とか持ってかない代わりに大粉塵でカバーって感じですね。あとは肉2種類かな。毒はいらない。いやー、打ち消しこれあんま意味ないよね、多分死ぬ一発目食らったら、一発目じゃなくてブレスなんて食らったら死ぬから。あ、でも怒り中多分怖いよな。一応毒持ってっとくか。というわけで、アイテムは、大粉塵製麺あたりが注目のポイントで、肉3種類と落としと、睡眠バカのタルジーぐらいですね。で、今回はチャチャとカヤンバ、いらっしゃいます。よろしくお願いします。でやっぱりランプと大砲能面であれですね、スキルがとスキルというか特技が余ったんで、チャチャには移動速度強化とかってやつつけてみたんですけど、どうかな、ちょっと競争してみようかなと思ってます。というわけで、今回のクエストはハンマーバキ、これ缶の檻って読むのかな、普通に読んだら缶の檻なんですけど、これ男の檻って読むのかもしれないですね。なんか缶っていう字が男っていう風な字読んだような気もしなくもないんで。というわけで裸ですね。なんか浄土土産に最後に本物のクエストを見てみたい、本物の狩りを見てみたいってことらしいんで、やっていきます。というわけでいきまーす。防御力21でございます。よろしくお願いしますって感じですね。はあ、もうこれやる前から怖すぎ。ベースキャンプからか、いいね。なんもない。あれ地図なかったっけ。地図あったのってサードかな。これたまにコメントで聞かれるんですけど、エリア移動前にまた旅で飛んでくるのなんでですかって言うんですけど、なんでですかっていうふうに聞かれるんですけど、こう飲み物飲むとジャンプするじゃなくてバンザイするじゃないですか、ハンター。そう、それカットですね。というわけでチャチャ出てきてくんないかな。あれ出てきた出てきた。さあチャチャとカヤンさんが全然来ないけど、どっちがどれぐらい早い。あ、早い早い早い、めっちゃ早い。小股で超早いんだけど、チャチャすごい。カヤンバがかわいそう。なんかうわ、このエリアブルいるの、イーハンゴいるの。多分ブルハンゴでもこれとんでもないダメージ量だから怖いですね。まだ動画始まって以来登場してないクエストってのもあんまりないんですけど、俺の動画。もちろんクルペッコ単体とかってクエストとか除いて、まあ面白みのあるようなクエストやったことあるんですけど、全部そうなんですね、全部やったことあるんですけど、このクエストはプライベートでもうおクリアしたことがまだ一回もないんで、回避できなかった。とりあえず眠りおくか。怒り中は一応肉質胸柔らかいんでチャンスなんですけど、頑張れカヤンバ。これカヤンバ耐えた。お、耐えた。え、うわ、おぶね。あれ属性耐性ないカヤンバ耐えた。あれ、さてはお主、相当なまでに防御力がじゃなくて攻撃力が弱いのか。一応こういう裸クエストってモンスターもそれなりに弱体化はデフォルトの設定でしてるんですよね。裸で普通のクエストと同じような要素だったら半端ないんで、一応弱くなってる部分はあるんですけど、ちゃ怒ってますね。ごめんカヤンバ、ごめんごめんすぎる今のは。ああ、回復しちゃった。体力で回復するんだ。って、なんで俺それを言ってから大砲をしたのかな。闇みたいじゃん。とりあえずね、
タンはね、怒ってからね、取りてえなとかって言おうと思った途端、KO ついてたから、スタン早かったですね。予想外だった。これフルヒットさせたい。オッケー。で、怒る前に頭にホームラン。怒ると肉質が胸に行くんで、これホームラン振ってっか。逆にね、振っていかねえと危ねえ。避けた。ナイス、俺。怖っ。怖すぎるけど、一回ね、食らってみないと分かんないんですよね。どれぐらいの攻撃力かが分からねえんだす。とりあえず安定の立ち回りで、ため攻撃、これ危なかったかな。危ねえ。危なかった、今。一応ハンマー溜めてるときが一番安定するんで、そうなんですね。一応なるべく貯めていきたいんですけど、スタミナもねありますから。これね、胸当たんないんですよね、このサイズだと。もうちょっとな、サイズ小さいの来てくれたらありがたかったんですけど。やっぱカヤンバ耐えますね、あれ。何、普通になんか耐えてますけど。これどっから当ててきゃいいんだよ。ここら辺かな。イビルジョーって普段やらない上に、やるときってだいたいランスが多いんですよね。当たってんのかな、これ。てか、ヒカリ？やめてくださいな、カヤンさん。いや、怒ってますね、あなた。ごめんよ。さっき爆弾でお前の吹っ飛ばしたことは忘れて。わざとじゃなかったんだって。てか、怒ってるとあれ、大砲撃ってくれないんでしたっけ？これね、地震範囲広いんですよね。そんなでもなかった。よかったよかった。一応怒ってる時は頭効かないんで胸攻撃が主になんですけど、スタンも取っていきたいんですよね、怒り状態中。でもそれはもうちょっと火怒りの時にスタンチ溜めた状態で取っていかないと。スタンプ、ね、胸間に合う？ナイス。多分次胸ひるみじゃないかな。来なかった。でも次だよね、絶対に。いや、縦1、うわ、ダメだった。縦1でちょうど胸ひるみしてくれると、ひるんで下がった頭にホームランが当たるんですよね。これ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 、こんな感じ。ね、ヒーカリだったら今の振ってたけど、うおー、よけて正解だよー。ヒーカリ、そしてカヤンバの防御力である。やばいね。出てきて早々食らってもあれですからね。羨ましすぎる、今の俺にとって。ヒーカリのけぞりでそれっすか。我が輩ちょっときついっすか、もう。やっぱ怒り状態の攻撃耐えない。一応防御力大ついてる。避けて送らない。毒いつ使おうかな。ホームラン早く打っていきたい。早く打っていい。どうする。うお、とりあえず、まあ、メインの攻撃当たんなきゃいいや。疲労欲しいな。疲労欲しいけど、早く終わるのは胸攻撃をなるべくいっぱいすること。いや、それ多いな。地震回避しなさいよ俺。一応武器アルメタってことで、切れ味はそんなに気にする必要ないんですけど、落ちましたね。研げるかな。いけますね。アルメタデザインかっこいいですね。俺すごく好きですよこれ。エリチェンですね。サードの時にはトライ G だと今俺グロギガでほぼどのクエストも行くんですけど、サードだとアルメタでどのクエストも行ってたんですよね。ベリオロスとかにしろ、ドボルとかにしろ。そう、あんまり竜の効かないようなモンスターでもアルメタすごく性能良かったんで、一応飲んでおく。これ当たんないよね。すごく柔軟で長い尻尾なんですけど、イビル当たらねえ。よーっしゃー。それ危ねえ。よしよし、やめてくださいよ、逃げなさい。いやー、これギリ耐えた。ちょっと減ってたよね俺の体力。でもギリ耐えた、ありがとう。やばいね、防御術台とか全然発動されないんですけど。つけてきた意味あります。ありがとう。切れるよね。切れなかった。疲労きた。疲労見た。疲労見たらもう、お前は俺のもん。おら。
カヤンバ、あのボールのように転がっていくの、あのですね、あれですよね、真面目に考えてみるとボールのように転がっていくことによって、あの柔軟にあの怪我を耐えてるんですよね、きっと。言ってる意味わかるかな。あのコロコロ転がっていくことで、あの四角いボールが転がっていくよりも、あのすごく、まあ、ソフトな手応えっていうか、何言ってんの俺だからね、言いたいことは分かった人もいると思う。四角いものを転がした時のへっこみ音と丸いものを転がした時のへっこみ音って全然違いますから、多分それで鬼面族のあの防御力は来てるんですよね。いや、今みたいなところで防御台いらなくね。地味にキラーンってなったんだけど、こいつ疲労状態、あの先行1個使ってっか。いいひひひひ、何ですかそれ、俺がすごい弱いみたいじゃないですか。いや本当に鬼面族の優秀さマジ半端ねえ。あ、早かったか、 OK だった。まあ3スターン取れそうですね、この疲労中に。噛みつきだよね、やっぱそれでひるむ、なんか多くね。お前2発目だぞそれ、勝ち上げでひるんだの、スタンプの。え、当てていいよ、当てていいよ。一応このアルメダため動作すると広がるんですよね、爪みたいなのが。このシュイーンって、これね、尻尾を避けながらやっていく。うわ、ナイス、俺マジナイス。トライ G 回避受付時間が短いで有名な作品なんですけど、いいいい、大粉塵の飲みどころ。うわ、切れちった。大粉塵にほどでもない、でもま息続かねえよ、マックス貯めとかないとやばいよね。すごい回復量、やめてくださいよ。なんで、あぶね。そしてつらら、つらら若干の脅威。これスタンチ溜まってるから怒り状態でも、頭攻撃してスタンさせたい。こういう時は胸いく、いく。これダメだよね。よかった、大砲忘れてた。うお、瀕死来てくれたかと思った。甘かったか。これな、ノーモーションの突進が本当に怖い。突進てかタックル当たった、サンキュー。いやもう今若干無言になりましたけど、ほんと真剣、怒り状態の攻撃。でも俺まだ食らってないよ。いいよいいよ、食らわなくていい。10分経ちましたね。うわ、怒りになっちゃった。毒生肉使いますか。じゃあもう多分疲労は多分来ないと思うんで、俺がよっぽどあれしなきゃね、攻撃サボらなきゃ。本当にこの肉のがっつきがいい。あ、ギリギリドクターギリドクター。あの今みたいにこうお食事最中にキャンセルしちゃうとしばらく食べなかったりするんですけど、さ、サンキューなのこれは。でもほんとサンキュー、ありがとう。サードだと毒がね、もうちょっと毒々しいエフェクトだったんですけど、エフェクトっていうか毒状態の感じだったんですけど、モンスターが、まあ、トライ G 若干色薄いですよね。やめてください、カヤンさん、何ですかそれ、アウェーすぎません。あなた俺の仲間ですよ、見境なくなるな、どうにかなんない。いや、ブレスはもう身をこの中へ持っていくしかない。いやー、カヤンバじゃなくてチャチャ、俺の元へ飛んできたな。え、どこ行きたいのお前、こっちか、先に行ってよ、先に行ってよとか言ってすぐ出てきた。ここはブルファングいないかな。暗い、昼間動画撮ってると暗い、とっても見えない、危ない、パリン、弱点避ける、弱点じゃない、自信避ける。タックルが怖い、見えないな。もうちょっとあっち行こう。確かトライの時ってここが本当に真っ暗で松明使わないとダメだったような、なんか動画を見たことがあるんですけど、すごいですよねそれ、狩り大変じゃないって思ったんですけど、切れた。いやー、でもそろそろお前も瀕死じゃないかな。いい、やめて、やめ、いやいやいや、それはない。いや、ブナハさん、いちょっとお前、攻撃力じゃない、
攻撃力異常じゃない。ブナハで今なんか3ミリか4ミリぐらい減りませんでした。ちょっと打ってください、カヤンさん。打ったら多分瀕死くるんじゃないかな。シャラクセイ、あれなんかあいつ先行長い。ビビルって先行あっちゅう間に終わったような気がしたんですけど、でもしびれ、しびれはねあっちゅう間なんですよね。やばいぐらい早い。でこいつ美脚だからめっちゃ当てんの難しい。おー、できた。3球すぎる。やった。え、俺食らってなくね、怒り状態の攻撃。こんなにうまくいくと思わなかった。慎重にはやってたけど、防御台ってなんかあのつららだけでしかあんま役に立たなかった気がする。意味ねー。カヤさん何踊ってんすか。ありがとう。アイテム消去か、アイテム消去かね。ホットドリンクぐらいしかない。あー、柿の種じゃなくて怪力の種もある。というわけで、なんかすごく安定して終わった。裸エビルでした。すごーい。なんかこんなに怒り陣の攻撃食らわないと思わなかった。せめてね、攻撃あのやってるとどうしても尻尾振りとか回避受付で間に合わなかったりすることがあるんですけど、うまくいきました。またすごい濃い。あれめた動画でもうちょっと使っていきたいですよね。これすごく伸びますよ。ドボル剣の波のリーチに見える。一応ハンマーにもリーチってあるみたいで、グロギガってすっごいリーチ短いんですけど、ドボル剣って取っ手がめっちゃ長いですよね、ハンターの持つ部分が。というわけで、これなんだこれ。あ、そういえばなんか体験が作れるっていうコメントいただきましたね。本体かな、見に行こう。なんか今ピュアクリスタル来てなかった、欲しかった感じ、地味に。というわけでお疲れさんでした、イブリちゃん、ありがとね。でもやっぱり今ぐらいの手数で終わるんだから、あれですね、弱くなってますよね。怒り状態多分タックルとかって1ミリぐらい耐えるのかな、マックスあったら。防御台あったら絶対耐えると思いますけど、ブレスはどうだろう。ブレスは分かんないかな、多分耐えないかもしれないですね。裸いるんだけど、なんかここにもなんでだろう。あ、一回なんかオンラインで一緒にあの今そこにある恐怖裸でやった人かもしれないですね。やったことあるんですよ、今そこにある恐怖。どうもこんにちは。今日もいい頭ですね。体験、どれですかね。びっくりマークが出てない。こんなレア素材じゃなくてレア度低いわけないし、これか。あ、なんでびっくりマーク出てないの。素材3つも揃ってるとびっくりマーク出ないのかな。一応さっきもらった券チケットとブラキの手と裏眼筋アシュの頭とイビル城の爪があったら作れるみたいですね。びっくりマーク出てろし、全然わかんなかった。飲んでないんだと思った。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回クエスト聞いてなかったな。何ここに、今そこにある恐怖じゃなくて、前回と今回、割ときつめのクエストやったから、緩めのクエストやりたい気分なんですけど、あった。静寂破るものですね、次回は。アワシラリオレイヤ、ドボルベルク。というわけで、狩猟環境不安定みたいですね。なんかかかって声出してやりたいようなクエストです。はい、というわけで、また次回静寂を破るものでお会いしましょう。さよなら。